はい、みなさんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日は実は私がずっと気になってて、でも購入したことがなかったアイハーブで購入したものっていうのをご紹介していきたいと思います。まあ、ずっとね、あのアイハーブの存在はもちろん分かってましたし、周りもアイハーブでたくさんものを購入してたんですけども、一回もなんかアイハーブを通してものを買ったことがなくて、でも最近こうヨガ友がたくさんできて、でヨガ友とね、いろいろ体にいいものだったりとか健康の話だったりとかっていろいろするんですけど、アイハーブに比較的こうオーガニックのものだったりとか香りのいいティーとかそういうのが売ってるっていうことだったので、何点かおすすめしていただいたものを購入してみました。じゃん、こういう風に届いたんですけど、まず紹介していきますね。一つ目はじゃじゃん、こちらのオーガニックママチアシードです。まあ、チアシードは皆さんもスーパーフードというか体にいい食品っていうことでお分かりだと思うんですけど、いやーやばい、モンスターが来た。これは強敵だな。チアシードになります。これはこうお水とかに入れてもいいし、ヨーグルトとかに入れてもいいし、嫌だねっていう。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あれ、オートミールとかそういうこうコーンフロストみたいなのに入れて一緒に食べても美味しいので、これは、まあ、定期的に購入してたんですけど、オーガニックのものがあったので購入してみました。2つ目はじゃじゃん、こちらでティーなんですけど、ヨギっていうすごく有名なねティーのブランドで、なんでこのヨギのベッドタイムっていうのを買おうとしたかっていうと、ヨガのクラスで最後にお茶が出るんですけど、そのお茶がめちゃめちゃ美味しくて、なんかちょっと甘くってこうスーってなんか落ち着く味だったんですけど、何これ どこのだろうって思って聞いたらヨギのだったんですけど、でこのベッドタイムのものでした。なのでベッドタイムっていうのが結構ヨギニの中では人気だよってことだったので、これを一応購入してみました。で昨日これね、もう早速待てずに1個飲んでるんですけど、やっぱりすごい美味しかったです。寝る前にね飲むといいみたいですよ。中身はっていうと、中にね結構いろんなの入ってるんですけど、見えるかな、こんな感じです。それでは3つ目はじゃじゃん、こちらです。これもヨギのティーなんですけど、これはねハニーラベンダーのストレスリリーフというものです。ラベンダーとあとちょっと蜂蜜みたいな甘い香りがするんですけど、味的にはこっちの方がちょっと甘めで、こっちはまあそこまで甘くはなかったです。香りはねちょっと甘めなんですけど、味的にはルイボスティーみたいな感じの味がしました。ここもね見るとやっぱりルイボスって書いてあるんですけど、こんな感じです。それでは4つ目はじゃじゃーん、はい、オートミールです。でこれもオーガニックなもので、やっぱりこうオーガニックかオーガニックじゃないってね、今まで私本当に気にしてこなくって、でもこの年になってやっぱりいろいろね、これからのこととか、あとすんちゃんと私の健康のこととか考えると、やっぱりちょっと高いけどその分いいもの食べた方がいいなっていうこう思考に変わってきたっていうんですかね。なんでこう毎日食べるものとか頻繁に食べるものだったらオーガニックとか無農薬とかなんかそういうのを選ぶようになりました。このオーガニックのオートミール、これもねおすすめしていただいて買ってみたので、まだねこのオートミールは食べたことないんだけど、食べてみてで今度どうだったかとか感想を伝えたいと思います。それではラスト最後5つ目はじゃじゃん、サプリメントなんですけど、女性にいいサプリメントって聞いて情報量がないんだけど、はい、これは健康な免疫とか微生物をサポートして消化促進だったりとか、まあ、消化を良くしたりとかっていう感じですね。なのでそんな感じの女性にサプリみたいです。まだ飲んだことがないので何とも言えないんですけど、これも飲んでみてよかったら今度の最近の気に入り動画とかにいろいろこのねアイハーブで買ったものとかも入れていきたいと思います。最近のお気に入りをサポりがちなので今度ぜひ作ってみるので楽しみにしていてください。
はい、それではこんな感じの、まあ少ないですけどアイハーブでの初購入品紹介でした。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。バコブーブの通販サイトもよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。